428、前回の続きからプレイしていきましょう。さて、前回大沢がバッドエンドになってしまったので、それを止めるべくカノンを進めていきましょうか。カナン。カナンってなんだ？そうか、外国人のグループの潜伏してるところ行ったら、皆殺しにされてたんだっけ。血の匂いが漂うバーの地下で、カノンは独り言のように呟いた。ジャックは黙ったまま外国人の死体を眺めている。おいあんた、何か知ってるんじゃないのか？カノンがいくら聞いてもジャックは答えない。まただんまりかよ。おそらく、一人でやったんだろう。ジャックは険しい顔をする。一人で？この人数を一人で相手にしたのか？お前が知る必要はない。ジャックはそっけなく言った。ふざけんなよ。カッとなって胸ぐらを掴んだ。これだけのことをする奴が絡んでるっていうのに何も知らないで捜査しろっていうのか。しかしジャックは顔色一つ変えない。危険な任務を恐れているんじゃない。最低限の情報くらいをよこせって言ってるんだ。知りすぎれば早死にする。ジャックは淡々と答えた。カノンの腕の力はさらに増した。それでも何も知らないまま命を落とすよりかわいい。わかった。ならば一つだけ質問に答えよう。ジャックはカノンの腕を振りほどいた。カナンというのは中東の工作員の名前だ。工作員なのか。ジャックがここで言う工作員とは、英語のオペラティブなどと呼ばれる人物を指している。単純にスパイと考えていいが、敵地などに潜入し、各種の工作を行う者をこう呼ぶ。ここの連中もおそらく奴に殺された。中東工作員？予期していなかった言葉にあっけに取られた。ああ、暗号解読のスペシャリストだ。アブグレイブ刑務所でイラク人捕虜の大量脱獄があったのを覚えてるか？バグダッド西方に建設されたイラクの刑務所。フセイン政権下では、政治犯の収容所であったが、イラク戦争後はアメリカ軍が戦争捕虜用の刑務所として利用した。2004年4月にアメリカ軍の兵士がイラク人拘留者を虐待している写真が報道され、一大スキャンダルに発展。ブッシュ大統領により廃止が決定された。これは事実の方っていうか、このゲームだけの話じゃないってことだよね。あの時電子ロックを解除して脱獄の手引きをしたのがカナンと言われている。ぽつりと呟かれた言葉にカノンは声を失った。この事件には中東の工作員まで絡んでいるというのか。しかし、ナイフ一本で10人以上仕留めるなんて、どう考えても並の腕ではない。一体どんな人物なんだろう。まるで想像がつかなかった。カノンはもう一度事件現場を眺めた。殺された外国人たちは、一様に首をナイフで切られている。その切り口には、何のためらいも感じられない。それで、そのカナンと誘拐事件の黒幕はどういう関係なんだ。カナンはここにいる外国人たちを皆殺しにしている。黒幕とカナンは敵対関係なんだろうか。あるいはカナンと黒幕は繋がっていて、黒幕の指示に従ってトカゲの尻尾切りをしたとも考えられる。質問に答えるのは一つだけだと言ったはずだ。ジャックはそっけない口調で言うと、テーブルの上にあったファイルを手にした。全く答える気はなさそうだった。カナンは仕方なくそれ以上聞くのを諦めて、横からファイルを覗き込んだ。ファイルの中には渋谷の詳細な地図が入っていた。あちこちにルートを示す矢印や時刻などが書き込まれている。こいつは、身代金リレーの指示だ。カノンは興奮して思わず声に出した。どうやらマンションの一室が身代金リレーのゴールのようだ。赤い文字で住所と14時20分という言葉が書き込まれている。カノンは捜査本部に全てを報告することにした。最終地点は、渋谷区広尾5丁目34番地、グランドヒル405号室です。よし、マンションの持ち主についてはすぐ調べる。捜査員を送るから、お前とジャックは現場に向かうように。犯人の確保も許可する。久世から待ちに待った指示が出て、カノンのやる気に火がついた。よし、行くぞ。カノンがやや興奮した声で言うと、ジャックは険しい顔をしてファイルを閉じた。ジャックの運転する車は身代金リレーのゴール地点である広尾を目指し、井の頭通りを走っていた。気合が入っているカナとは対照的に、ジャックの表情は今一つ冴えない。どうした？さっきから何やら考え込んでいるようだ。明治通りに出たところで、久世からの無線が入った。マンションの持ち主が判明。名前は？続く久世の言葉に、カナは息を飲んだ。それは思いもよらない人物の名前だったのである。で、これが田中くんだと。あれなんだな、大沢の方でちゃんと知るようになってんだな。で、これまた大沢の方から飛んできたらいいんだな。大沢のタイムチャート。あれ？ここか。加納信也。プリティハニーからジャンプ。明治通りに出たところで久世からの無線が入った。マンションの持ち主が判明。名前は田中守。大沢賢治の同僚だ。え？意外な名前が出てきたことに、加納は思わず声を上げた。14時過ぎに田中が大沢邸を離れたのを梶原が確認している。その後の消息は不明。アタッシュケースリレーの最終地点である自宅マンションに向かっている可能性がある。各捜査員、田中を発見次第確保するように。そこまで言うと無線は切れた。あんたが追ってる黒幕って、田中なのか？加納が聞いてもジャックは何も答えない。まあいい。あとは舘野さんの安否さえ分かれば。まだ裏切り者の心配をしているのか。こちらの質問にはろくに答えないくせに、嫌なツッコミだけは忘れないようだ。舘野さんの話だけには反応するんだな。むっとした口調で言い返した。お前はどうして舘野が裏切り者ではないと言い切れるんだ。舘野さんはそういう人じゃないからだ。答えになってない。やけにジャックが絡んでくる。俺はあの人の仕事ぶりをずっとそばで見てきたんだ。だからわかるんだよ。舘野さんは警察を裏切る理由がない。仕事ぶりを見てきたか。だったら舘野のプライベートについても教えてくれ。金に困っている様子などなかったか。あからさまな侮辱にふつふつと怒りが湧いてきた。お前がどう思ってもいい。俺は舘野さんを信じている。信じる？その根拠は？人を信じるのに根拠はいるかよ。不毛なやりとりにとうとう可能が爆発した。根拠がなければただの感情論だ。論理性も、合理性もない。ジャックは薄く笑った。仲間だろうと家族だろうと他人は他人。信じられるのは自分だけだ。冷徹な言い方に加納はそっぽを向いた。この男とは相入れない。いくら話しても通じ合うものはないと確信した。加納、すべてを疑え。そうでなければ命を落とす。ジャックは最後につぶやいた言葉も、加納の心にはまるで届かなかった。窓の外には渋谷署が見えた。目的地の田中のマンションはもうすぐだった。署の近くなんだ。いたぞ。田中のマンションの手前でジャックが低い声で言った。道路の向こう側を外国人がアタッシュケースを大事そうに抱えて、足早に歩いている。確保する。待て、カノン。ジャックの声は聞こえたが止まるつもりはなかった。外国人との距離を詰め、思い切り腰にタックルした。カノンと外国人をもつれ合って路上に倒れる。弾みでアタッシュケースが宙を舞った。アタッシュケースの行方を目で追うと、その隙をついて外国人のパンチが下から飛んでくる。顎にパンチが入って後ろにのけぞる。外国人は立ち上がると、ジャックの車の方へ逃げ出した。ジャック。加納は叫んだ。捕まえろ。しかしジャックは外国人ではなく、アタッシュケースの方に向かった。どっちみちか。そうかや、まったく。仕方なく加納が追いかける。ここまで来て見失うわけにはいかない。その時、外国人が急に立ち止まった。数台の車が道路の向こう側を塞ぎ、中から刑事たちが次々と降りてくる。挟み撃ちの格好になり、外国人は路上で観念した。刑事たちは外国人を確保すると田中のマンションへと突入していった。マジでさ、可能考えなしに行くよねジャックはアタッシュケースの外側を念入りに調べている。中には札束がぎっしり詰まっていた。身代金の5000万円だ。これはおとり。だとするとどこに？ジャックの小さなつぶやきをカノンは聞き逃さなかった。もしかして、その中に例の新薬が入っていると思ったのか？カノンの問いにジャックは相変わらず何も答えない。しかし、その神妙な顔つきから答えを察することはできた。田中のマンションから数人の刑事が出てきた。カノンは何よりも大沢マリアのことが気になった。カノンは中の様子を刑事に尋ねた。しかし、田中の部屋には誰もいなかったらしい。人質の安否はわからないまま、主犯格も取り逃してしまった。事件は解決するどころか、最悪の展開になりつつあった。そんな状況だというのに、ジャックはまだアタッシュケースを見つめている。もう通常捜査に戻らせてもらうぞ。大沢マリアの救出はもちろん、大沢瞳や舘野さんのこともあるんだ。可能な言葉にジャックが反応した。大沢瞳？そうか。大沢瞳に持たせてたなら納得はいく。どういう意味だ？アタッシュケースのリレーはフェイクだったってことだ。ちょっと待て。わかりやすく説明してくれ。加納は自分を落ち着かせるように言った。犯人は何らかの方法で大沢検事に接触をし、身代金とは別に新薬を大沢瞳に持たせた。新薬を瞳に？ジャックは小さくうなずいた。アタッシュケースをリレーしていたのは、警察の目をそちらに向けさせるためのカモフラージュだ。確かにアタッシュケースのリレーは時間稼ぎのようでもあった。犯人グループの目的が別にあるのなら、無意味な行動の数々にも納得はいく。しかし、そんな手間をかけてまで手に入れたい新薬って何なんだ？加納は首をかしげる。抗ウイルス剤だ。少しためらいつつジャックは答えた。ある特定のウイルスに感染した患者を治療するための薬だ。なんだその特定のウイルスって。ウーアと呼ばれている。聞いたことのない名前だった。しかし、なんとなく話は見えてきた。例えば、エボラウイルス。1976年のアフリカのスーダンで発見された。感染すると、エボラ出血熱を発症し、高熱が出て、体中の至るところから出血する。現在のところ、感染予防のためのワクチンも、発症後の治療薬もない。あるいは、HIV。ヒューマンイノデフィシェンシーウイルスの略。ヒト免疫不全ウイルス HIV は、細胞性免疫を防御する、中枢細胞を破壊するため免疫機能が著しく低下する。そうなると通常ならば免疫力のおかげで発症しなかった病気にまで引き起こすようになる。様々な治療薬があるが、ウイルスを完全に排除できる薬はまだない。もっと身近でインフルエンザウイルスを病原とする感染症。症状は風邪に似ているが、それよりもはるかに重く、時に死に至るケースもある。A 型、B 型、C 型の3種類のウイルスがあり、このうち A 型、B 型が定期的に流行する。有効な薬として、ノイラミニダーゼ阻害薬が挙げられているが、症状を和らげるものであって完治するものではない。どれも症状を和らげる薬はあっても、決定的な治療薬は存在しない。もしそんな薬があれば、莫大な金を生み出せるだろう。可能、大沢検事と連絡を取ることはできるな。ああ、大沢邸には知り合いの刑事が詰めている。すぐに確認しろ。瞳に抗ウイルス剤を持たせたかどうか。またいつの間にかジャックのペースに巻き込まれていた。加納は携帯を手にすると梶原に電話した。加納か、どうした？梶原すぐに電話に出た。大沢さんと話をさせてもらえませんか？それは構わないが、どうしてだ？どうしても確認したいことがあるんです。大至急。わかった。でも大沢さんに捜査状況は話すなよ。はい。しばらく電話口で待つと、くすれた男の声が聞こえた。もしもし、変わりました。放送です。渋谷市の加納と言います。時間がないので、担当直入に聞きます。一呼吸置いてから思い切って言った。抗ウイルス剤をひとみさんに持たせましたか？な、大沢の声が裏返った。おい、あ、そうか。大沢からまた飛んでくんのか。大沢かな。刑事。こっからジャンプ。抗ウイルス剤をひとみさんに持たせましたか？な、大沢の声が裏返った。何の話だ？大沢さん、質問しているのはこちらです。ひとみさんに抗ウイルス剤を持たせたんですか？質問の意味がわからん。震える声で大沢が言う。図星を疲れて動揺しているのは明らかだった。大沢さん、犯人グループの本当の狙いは？これでも、ウイルスって言うと、あれだから、あなただったんですなのかな？あなただったんです。そのまま大沢は何も答えずに押し黙ってしまった。で、これで、また戻れるってことだよね。大沢さん？大沢さん、どうしました？切られちって。いきなり電話を切られた。加納、私はこう言ったはずだぞ。犯人は抗ウイルス剤を持った大沢瞳を狙っていると。あ、ジャックは諭すように加納に言った。わかってる。だけど抗ウイルス剤が目的だってことは、それを作った人間だってターゲットになり得る。違うか？なるほど。少しは頭を使えるようだな。少し感心したようにジャックは薄い笑みを見せた。これで大沢瞳に狙われる理由があることがはっきりした。しかし、ジャックはまだ何か引っかかっている表情だ。何か気になるのか？加納が聞くとジャックが反対に問いかけてきた。大沢瞳に抗ウイルス剤を持たせていたとして、犯人はどうやって手に入れるつもりだったんだ？だから瞳を拉致して、ジャックは加納の言葉を遮った。交差点に100人近い刑事がいた。あの場で強引に連れ去るのはリスクが大きすぎる。アタッシュケースリレーという手の込んだことをしているんだ。大沢瞳の拉致は捜査陣のいない場所で行われるはずだ。確かにその指摘は的を射ていた。だけど、どうやって大沢瞳を捜査陣のいないところまで連れて行くんだよ。ジャックは何かに気づいた顔をした。瞳が自分で来るように仕向ければいい。だからどうやって？そこまで言って加納も気がついた。大沢瞳とタリクが接触したとき、アタッシュケースを受け渡す前、あの二人は何やら会話をしていた。あの時、タリクは瞳に何かを指示した可能性がある。またあの男を探すことになったか。ジャックは何か言いたそうな目で加納のことを見た。おそらくタリクを逃がした立野のことを疑っているんだろう。加納もいちいち反応しなかった。事件が全て解決すれば、立野の真意もわかるはずだ。そうなれば、頭を下げることになるのはジャックの方に違いない。このまま、当てもなく探しても仕方ない。何か情報が入るまで渋谷署の防犯カメラを使おう。ここで一旦区切ろうか。それではご視聴いただきましてありがとうございました。良ければ次回もよろしくお願いいたします。